節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。またどうも、ちょっと途切れちゃうね、やっぱりね、しょうがないかな。どうもね、今夜春夏秋冬でございました。2018年8月の29日、お肉の日だね、水曜日の生存確認です。今夜もね、確認の一環としてこんな風に話してます。あ、どうも枠沢さん、どうもこんばんはね。今日は、あ、どうもね、お互いにお疲れ様ね、どうもね、今日は春夏秋冬でした。ちょっと途切れちゃうかもしれないけどね、多分配信動画繋がってると思うんでね、そっちの方で見てね、ちょっと途切れちゃうと思うんで、なんかね、調子悪いみたいなね、でも一回ね、じゃあ春夏秋冬、なんでもなんとか0時前にできた。季節のない薪から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった、当分照れ笑いが続く。汚いところですが、島があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです、一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。Once more。 季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった、当分照れ笑いが続く。汚いところですが、島があったら寄ってみてください。
ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。ワンスもあともう一回ラスト。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。はい、こんばんはね。今夜はね、春夏秋冬歌いました。どうも ありがとうね。こんな遅くにありがとう。ほんとね、ありがとうね。枠沢さん、ありがとうございましたね。なんとかなんとか0時前にできて、もうあと、ね、数分で姿勢変わっちゃうけどね。うん、よかった。うんね、今日久々春夏秋冬歌いましたね。もう夜が明けて仕事なんでね、今日という一日をリセットするためにもね、一杯飲みましょうかな。あ、どうもね、うん、じゃあいいね。今日いいかな。今日の一杯持ってきます。今日の一杯とおつまみ持ってくるね。うん、よかった。最初途切れたけど、この最後の2回分は途切れなかったね。よかったよかった。うん、うん、ここからもう誰かと飾る中でだよね。今度歌うね。誰かと飾る中、ここからしもんじゅうの主題歌ね。タイトルはあれ、誰かが飾る中でね、うん。じゃあ今度歌う。今日はもう遅いからな、この辺でね。じゃあちょっと一杯持ってくるんでいいかな。うん、今日のお夜食行こうかな。今日はね。ああ、疲れた。サントリーのチキン麦行こうかな。本日はサントリーのチキン麦、これいきます。ね、500の壁替えと、おつまみはポークフランク。これを電子レンジで温めようかな。ポークセブンのセブンアンダイのポークフランク、これをね、サランに入れてラップして温めてくる。今日はこれね。ちょっと温めてくる。で、飲み物これ、ちょっと温めてくる。飲もうか。今日は金麦だ。今日の一杯いきます。今日の一杯500の缶の前はこれね、小さいやつで。もう0時、スレスレ、もうちょうど0時だね。乾杯。乾杯。
やっぱ電車の、うん、あれ今日は野球アパートの方で町田の方でさ風呂入ったんだけどね、シャワー浴びて。でもまあ電車乗ったら何やかんやで1時間ちょっとかかるからね、うん、普通列車各駅でね、すんなり止まらず行けばね50分で行けるんだ、乗ってる時間ね。まあそれは始発の場合ね。でも大体今の期間だとそれ始発以外はさ、各駅だとさ通過待ちあったりいろいろあるからさ、当然それ以上かかっちゃうね、うん、一番始発の場合は野鳥台から町田に行く場合は、始発の場合はさ他の優等列車なんもねえからさ、ほんと50分すぐ町田まで、うん、帰りはさあれいろいろあるよね、快速とかさ東京とかの通過待ちとか追い抜きがあるんで、まあそんなわけで大体1時間ぐらいかかっちゃうから、1時間ちょっと出る場合によっちゃね、うん、ぶり返るからね。あ、奥沢さん遅い方がいいのかもしれないね。昨日早かったからちょっと会わなかったもんな、多分ね。奥沢さん遅めの方がいいのかな、きっとね。うん、昨日はいなかったもんな、昨日早かったからな。まあ、それだね。ああ、いい感じだね。あれ、あ、やり始めが安定したんだけど、今日今、最初ね、歌うときはさ、2、3回取れるだけどね、だいぶ今んとこは大丈夫か。ああ、よかった。いいよね、スマホは。まあ、YouTube じゃなくて Facebook はさ、反転だけどさ、まあ、これで動画残るもんね、手軽でいいよな。スマホでできるのはな。いいね。じゃあウインナー、ポークウインナー、うん、ちょっとポークフランクか、セブンファンダイン今温まってる、はあ、ああいい感じ、うん、中杯はね、ハイボールだけだよ、僕のもね。他の、どれも合わないで、いろいろ飲んでみてもね、試しに。缶中杯でいいなと思うのはね、宝の焼酎ハイボールだけだ、僕がうまいと思うのは。あの宝の焼酎ハイボールだと、どれもいいけどさ、ドライでもレモンでもね、いろんな、どれもいいや、僕は。でも他のメーカーはどうも合わないね。まあ、飲めなくはないけどさ、無理して、自分で買ってまで、ね、あんま飲みたいと思わない。他いろんなメーカーあるけど、そうなんだ。パソコンはいいよね、手軽でね、何回言ってね。でもパソコンが今しょぼいからね、僕の場合。ああ、こういうのか、アウトドアはねスマホでやろうかと思ってね、もうダメでだんだんね、今度かアウトドアスマホで、スマホのみ、この間の、まあ、ライブ配信あれは、山だったからね、ライブ配信やんなかったからね、全部で、普通の、企業もね、あれ、キャンプでもね、スマホだけやろうと思います、もう。もうね、だんだんダメだよ、やっぱ何やかんや。まあ、前にも言ったけどさ、ASUS の e-book は最初は良かったんだけどね、やっぱ容量小さいからさ、最新の Windows にアップできねえんだよね。最新の Windows するとさ、なんか不具合でさ、音が反応しないんだよね。自分の音声も入らないし、マイクしないし、動画サイトなんかの音声も入ってこないから。もう使わないと思うんでね。だから大変なんか、なるべく気をつけないけど、なんかの調子でさ、最新の Windows 10になっちゃうとさ、そうするとね、すぐ戻すのめんどくせえからさ。大体そうだね。ほとんど安いのは、特に安いのはそうだよね、見るとね。安いのはウォッカだよね。なんか変な感じがするんだ、ウォッカのって。飲み慣れないためかもしれないけどね。じゃあ、さて、もうウィンナーできた。もう、そろそろ、ウィンナー。よし、おー、いい香り。
セブンアンダーのポーツプランクだぞ。あー、温まったよ。電子レンジで温めた。今日はセブンアンダーのポークフランク。ラップ取ります。これをパクつきながら、キムサントリーの発泡酒飲みます。お皿もおなじみ、山崎のパン祭りの味。おー、いい感じだ。ポークフランクだよ、今日は。これいきます。じゃあ、これね。おー、まず、ちょっと箸持ってくる。箸でもいいけども、こういうのぶっ刺して食ってもいいね。こういうので箸でもいいけどもね、こういうのぶっ刺してもいいし、まあ箸で食おうか。いただきます。うん。お肉大好き。飲み慣れないぞ、ウォッカー。やっぱ日本人はあんま、洋酒ってあんま飲まないからね。飲み慣れた人はあれでもいいかもしれないね。ウォッカでもね。誰の問題だと思う。僕、焼酎の方が飲んでるからね。どうもウォッカの入ったらダメだ。別に飲めなくはないけどさ、普通の飲んで飲もうとは思わない。飲み慣れないから、ウォッカは。多分ウォッカの方がさ、原価安いのかもしれないよ。わけわかんないメーカーの安い酒入ってみんなウォッカだもんね、あれ。ね、あるよね。スーパーとかでさ、安いの見るとさ、ウォッカだもんね、多分。ウォッカの方が多分原価安いんだと思うよ、あれ。まあ、外国だからかもしれないね。円が強いからね。ね、材質が割れにくいからね、これね。山崎のはね。山崎のパン祭りの皿はさ、黒丈夫だからいいね。うん、うまい。テレビ見てね、テレビたまに見るけど、あんま見ないの、ほんとテレビ。普段、アパートの向こうはさ、テレビ当然ないんだけどね、もう、テレビないからやっちゃうとさ、テレビあって見ないね、ほんとね。まあ、たまに見るけど、ほとんど見るね。もうラジオっ子だからな、僕な。まあ、じゃあ気分変えて、今度こっちの方でぶっ刺して。珍しく。こんだけ。そうなんだよ、そういうのか。でもウォッカって外国だからと関係ないか、それ。国産じゃなく外国だから、そう、円が強いから、そういう、もともと安いのかな、ウォッカの方が。ウォッカイギリスとかでしょ、あれ。イギリスとかさ、ね、ロシアとか寒い方だよね、あれね。寒い方。南米とかはさ、なんだっけ、テキーラとかでしょ、あれ。南の方に強い酒って言ったらね、ウォッカはさ、そうだよね。だからタカさんなんかそうじゃん。イギリスに留学してたんで、ウォッカとか飲み慣れてるよね。そうだよね、あれ。そうだよね、あれ。ウォッカって北欧とか向こうの方のお酒でしょ、あれね、メインはね、あれ。寒い。南の方で強い酒って言ったらテキーラとかってやつでしょ、あれね。南米とかね。
これも確かね、発泡してそうなんですか。そういうの入ってない、確か。そういうの入ってないね。やったっけ。スピリッツって書いてあるから、多分ね、そういうの。こういった発泡式はそういうの入ってると思うよ、あれ。ウォッカっぽいやつ入ってると思う。スピリッツって書いてあるからね。うん。だから安いんだね。まあ文化の違いもあるかもしれないね、昔のはね、うん、それで臭く見るのはね、文化の違いがあってね。昔も YouTube で昔のドラマはあんま、僕も見るのはね、よく見るのはね、あれ見る、YouTube で。昔って言うとそんな前でも、爆弾さんより若いからさ、そんな昔は見、うん、南米の方ね、昔の、うん、もう YouTube でよく見るドラマはね、なんだろうな、あれ、そうでもしてないな、あれ、なんだろうな。まあ、スクールウォーズなんか見たな、スクールウォーズね。あの頃、ちょうど僕が中学生ぐらいかな、あれ。細かいの自信ないけど、小学校、中学校か。15、6の頃やってたかな、あれ。あれは、見たな、スクールウォーズ。まあ、一人見ても YouTube でさ、いろんな人がアップしてるよね、削除されるたびに。スクールウォーズよく見たな、スクールウォーズ。あれは感動する。もう実際見てるもん。実際自分でリアルで見たドラマってああやって YouTube なんかで見るといいよね。初めて見るのはあんまどうかと思うけどさ。うん。実際リアルでドラマ見た経験があるとさ、ああいった動画サイトで見るドラマっていいよね。うん。実際僕土曜日の見てたもん、あの実際リアルで。土曜日はそうだ、土曜の夜ね。うん。うん、スクールウォーズか、思い出すな。爆弾さんは僕より年上だからさ、リアルじゃ見てないかもしれないな、スクールウォーズ。あ、全然知らないな、リアル知らない。僕はね、有志川岡の葬儀大臣も俺たちの旅もね、夕方の再放送でしか見ないもん。リアルじゃ見たことないもんな、僕それ。俺たちの旅もテレビで見たことあるけどさ、夕方の再放送ね、うん、あの時間帯しかない僕は。ないな僕は。やっぱ世代が違うんだな。10年ぐらいかな、うん、リアルじゃないもん僕は。有志教科総理大臣で生徒役に出てたのが、あの藤谷美和子ちゃんだよね、あの子は。あれね、もうサイボードで見てくるわけよ。そうだよね、あれね。有志教科の総理大臣の生徒役の出てた女の子が藤谷美和子ちゃん。ね。それはわかるよ。うん。あれ僕ね、再放送で見てたから。で、もう一本持ってくから、もう一本。もうね、もうないね。もう一本。新聞にもう一本置いとこう。はい、新聞です。はい、2本目、500のが2本目。見てたね、土曜寝るね、あれ。感動するよね、あれはね。さて、日本に行こうか。こ
同じ年から結構それなんだ。次の兄さん、いろいろあったみたいでね、やっぱりね、精神病んでるみたいね、あの子ね。はい、乾杯。いろいろネットで検索すると分かるけどさ、藤谷さん今精神病んでもうどうしようもない状態みたいね、今ね、うん、タレントとしてよりも人間としても生きるのも大変な感じみたいね、見てると、読んでるとさ、しょうがない、いろいろあるんだろうな、まあ芸能界なんていうと、そういう、よほどのね、神経してないとさ、芸能界大変だよな、ほんと、いろいろあるもんな、普通の人はおかしくなっちゃうよな、あれ。あれもそうじゃん、あれ。おかしくなって有名なのは、あれ演歌歌手でさ、ダンダダンって言ったじゃん。あれも、あれか、芸能界の中でさ、なんかおかしくなってね、やめた、出ちゃう人もダンダダンっていたよね。演歌歌手で。あの人もそうだね、芸能界の中でさ、いろいろあって、それ結局おかしくなって。やっぱり、メンタル弱い人は、ダメなんだろうな、人な。それダンダダンって言ったよね、あれ演歌歌手で。あれもメンタルやられてさ、やめ、ダメだって、いなくなっちゃったもんな、あれ。だタモリさんみたいにさ、長年芸能界で生きていくには相当それなりのもんがないとダメなんだろうね、ほんとね。普通の生半可の神経だったらさ、おかしくなんだろうな、きっと。ああ、そうそう。普通もそうだよね。爆弾さんはサインを求めるんだ。ああ、サインを求めるほど好きだったんだ。ああ、すごい。僕、まあ、そういうの一回もないな、僕、そういう人。タレントさんと見て、サインを求めたこと一回もないや。そういえば、伊集院光さんとリアルで会ったことあるけどさ、あんまその女、サインを求めなかった。サイン、ファンじゃなかったからね。ああ、別にもう遭遇しなかったな。伊集院光さんのリアルで待ってからでも、うん、実際、20代の頃で別に、あ、それほどのファンじゃなかったんで、そのままだった。うん、ね。まあ、タレントさん。井上純一はあれか、スパイダースかな、あ、違うか、あ、違うか、あれ一緒でしたでしょ、だあれ、制作役の、うん、うん、いいね、やっぱお肉のうちはあるね。これフランクをつまみながら発泡酒。うん。そうか優秀、あ、そうか優秀。朝日顔かわかんない、僕はそれは。あ、リアルなんだね、淡くなる。夕日が丘の早期大臣はさ、よくやってんだよね、再放送で。朝日が丘の大統領、ちょっとそれわかんないや。でも、井上純一と藤田美和がよく共演してるよね。あの後さ、あれだって、あの二人はさ、私、あれで共演してるもんね、あれ。池中玄太でさ、そうでしょ。井上純一と藤田美和子ってそうでしょ。ね。あ、女日本テレビだもんね。そうだね。そうだね。合ってるでしょ、あれ。そうだね、あれね。池永玄太89キロで、
井上純一と藤田美和子が共演してるもんね。もう見たことないけどね、有名だから。あれ見たことない、僕は。日本テレビのドラマってあんま見ないんだ、ほとんど。日本テレビってあんま見ないか、見ないからな。日本テレビのドラマ見た記憶あんまないですね、ほんとに。ドラマで見てる記憶にあるのはやっぱ TBS とか、フジテレビちょこっとから、うん。日本テレビ僕ほんと、あ、ないな、僕。再放送は見てる、再放送。水谷豊の熱狂時代も再放送で見たことないもんな。そう、水谷豊が主演のさ、熱狂時代っていうのあったけどさ、あれも僕再放送でしか見てないから、あれ。リアルじゃ見てないもん、あれ。まあ、ドラマはやっぱ TBS が一番多いや、リアルで見たことあるの。TBS。まあ初めて行った放送局も TBS だもんな、僕は赤坂。なんかもう放送局行ったことあるのは赤坂しかないかもしんない。赤坂の TBS 以外行ったことないな。うん。ラジオ、うん。いろいろあるけどさ、行こうと思えば行けるんだろうけど、あんま興味なかったからさ、まあ、首都圏、都内にいて、放送局行ったことあるのは TBS しかないや。赤坂、うん、まあ、ラジオの子が放送で、でも赤坂そうやっちゃったよね、驚いたわ、初めちょっと前かな、だから 5年前久々行ったらさ、赤坂随分変わったよね、あれね、あのサカスができてからね、ほんと驚いちゃったね。 TBS ホールなくなっちゃう、あれで新しく直射新しくてさ、 TBS ホールなくしてさ、あの辺もさ、サカスとか行ってるなって、全然違うよね、あれ以前。もう TBS ホールの頃はよく行ってたからさ、なおさら、実感するよ。あれ、サカスになってさ、初めて行った時なんか、何これ。全然違うよって感じ。浦島太郎兄弟だって初めて行った時。全然違うんだもんな、あれ。初めて僕、サカスになって行った時は驚いちゃった、あれ。TBS ホールがあった頃はさ、結構よく行ってたんで、あの頃。驚いた、あの時。こうなっちゃったの、あれ。うわーって感じで。ほんとあれ、浦島太郎状態だったな、あれ。ねえ、あかん。じゃあ、フランクフルトで。福島ってラジオ風しかないもんね、ラジオ局ね。まあ、ほとんどそうだよね。まあ、ラジオ福島以外ないもんな、ラジオ局は。あ、そうだ、その後、そうだ、その後、あの子、キャンディーズの子と結婚したんだもんね。キャンディーズの女の子とね、あの子とね。キャンディーズの女の子。熱狂時代はあれ、再放送だけどな、あれ。だいぶでも全然違う、まあ時代も違うけどね、全然違うね、今の、あれ、刑事ドラマのやってると、今あの頃、若いもんな、あれ。熱中時代のこと20代ぐらいだろうな、もうきっともうね。最後、フランクフルト。
はい、こんな感じで食べ終わった。ああ、うまかった。いいかげん、もうまだ7時12時半。そうね、ラジオ福島だけだね、ラジオ福島。ほとんどそうだね、とね、ほとんど。AM ラジオ局って、複数あるのっていうのは、札幌、名古屋、大阪、沖縄、福岡、以外、そうでしょ、みんなね。あとみんなよね、うん。鹿児島もだって、鹿児島も、と、あれ、宮城もあれ、一曲だもんな、ほとんどね。うん。あれ、枠沢さんはさ、福島だから、茨城放送で入るから、もう。もう千葉だからさ、あれ、茨城放送でたまに言うの。千葉でも僕上の方だからさ、あれ。うん。ね、茨城放送とか。あれは独立系でね、あれ。あ、うん。茨城放送。聞いたことあるのかな？周波数は1458あたりであると思う。1192か1458あたりであると思うんだけど、茨城放送。あれたまに聞くよ、僕。あれいいよ、あれ。うん。千葉県でもね、北総、上の方はね、うん、結構早くやすんだ、茨城放送、うん。茨城放送は独立系だからさ、ネットじゃないからだね。聞いたことあります、茨城放送。そうです、うん、あ。FM 福島あれ新しいんだよ、確かに。確かに福島あるんだよね、福島です。FM がないのはね、茨城なんだけどね、茨城。ほんと茨城は FM なんだよね、あそこ。いろいろあるんだけど、いろいろな感じなんだよね、あそこな。ああ。あ、奥沢さん、北の方なら入るんだろうな。北だったら、僕、千葉県でもね、上、北だからさ、茨城寄りのエリアなんでね、入るんだよね。たまに。聞こうとは入りますよ。うん。茨城放送。キー局ばっかりだと、ちょっとさ、あれ、つまんないから、たまに聞くのがある。他はキー局ばっかりだと、どうしてもさ、なんだっけな。めちゃすぎちゃってこう、その時、1458あたりに合わ、1485かな ?1458 か1485に合わせるとさ、茨城放送入るからさ、ああ、のどかでいいなと思って。ラジオ、もうそんなことよくやってるもん。茨城放送。京成線より上の方は入りやすいと思う。京成より上のエリア。まあ、印旛沼とか、あの辺の方はね、結構茨城放送は入りやすいと思う。あ、もうおしまいだ。あ、これでおしまい、これでおしまい。はい、乾杯。あ、そうか、意外、あ、地方の人はそうなんだろうな。うん。自分のエリア以外か。僕はね、高校の頃はね、北海道来てて、北海道。1287か。HBC のベストで北海道とか。よく来てた。1287。周波数的にね、1287入りやすいんでしょ、首都圏から。北海道の HBC は、ね、50kHz だからな、比較的入りやすいんだよね。で、周波数も1287だから。
大阪で聞いてたのはね、ラジオ大阪、1314だよね、ラジオ大阪は。1314、1314。あれは、ほぼ日本放送系だけどさ、ラジオ大阪は結構聞いてた、僕。あれはね、首都圏からも入りやすいんだよ、ラジオ大阪。1314。あれも聞いてたな、うん。合ってるよね、ラジオ大阪1314でね、うん。あの気になるね。MBS が、なんだっけ、MBS 入りづらいんだよね、こっち。ラジオっ子だから、僕。そう、夜入りやすいってやつね、そう。ね、言われる、夜に入りやすい。昔ちょっと前は、今はもう高校の頃はもう30年前か。30年ぐらい前はさ、NHK はさ、深夜便なかったからさ、ね、僕高校生の頃って。今は深夜便は、その影響多少は変わったかもしれないけど、ね、今、NHK が深夜便やるようになったんでね。さて、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。ありがとうね、奥田さん、ありがとう。今日はこの辺で、今日は勤務中2本とフランクフルトでした。おやすみなさい。ありがとうね。また明日。何回やで。いいかな、今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。おい、また明日。ね。夜が明けて仕事なんでね。おやすみなさい。いいかな？終わるよ。あ、いいかな？おやすみ。そうね。うん。聞こえるんですね。夜はね、そう。ありがとう。ではまた。出した。